はい、これね、前からちょっと気になってたんですけど、乗っててね、このブレーキ液、ブレーキフルードの、この、見えるかな？ちょっと見えにくいと思うんですけど、色がね、結構黄色いんですよね。これ、後ろで見た方がわかりやすいかな。これ、ね、結構黄色いんですよね。で、ブレーキフルードって基本透明なはずなんで、劣化してくると黄色になるんでね、まあまだ納車されて2ヶ月くらいなんで、このこんな色になるのかなと思いながら、ちょっとね、とりあえず、フロントとリアどっちも、変えていこうと思います。はい、今回使うのも前ご紹介したね、このトレートの、ブレーキブリーダーボトルってやつね、これを使ってやっていきます。まあ、これはここにね、逆流防止弁がついてるんで、上のね、リザーバータンクの方ね、上のね、まあ、なんていうかな、からか、まあ、下から抜いていくんですけど、下からね、逆流して空気が入っていかないようにね、これついてるのとついてないので、だいぶ便利さが違ってくると思います。で、使うのはワコーズ、ブレーキフルードね、これを使っていきます。で、実際ね、どのくらい汚れてるっていうか、まあまだ新車で買って2ヶ月しか経ってないんですけど、なんかね、見た目の外から見た色が黄色いんでね、ちょっと気になってたんですよね。一応まあ軽くね、こう、ちょっと、まあ、なんていうか、いいウエスがなかったんで、もうこんなんでなってますけど、ちょっと見てみましょう。一応ね、これブレーキフルード、塗装とかにつくと、なんていうか、溶けちゃうんでね、塗装が。おーっと、トゥ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 。よっ。はい。どうでしょう？やっぱ黄色いですね、結構ね。ちょっと気になってたんですよね。ちょっとこれも洗っちゃいましょう、さっき。ね、はい、ということでこれを変えていきます。はい、ということで下から抜いていきますね。とりあえず、これ8ミリかな、8ミリいけるかな、うん、8ミリね、これをセットしてメガネね。で、このブレーキブリーダーボトルのこのね、先っぽをとりあえずセットをしておきます。よいしょ。カポットね。はい。で、とりあえずね、ここをとりあえず抜いていくんですけど、全部ね、下までこう、なんていうかな、空気がこっちからも入ってるのダメなんで、とりあえずある程度抜いていって、減ったら継ぎ足しっていう感じね、でやっていきます。ちょっと取りながらしんどいんで、一回切ります。はい。こっちちょっとね、ボルト緩めて、ちょっとこれカキカキやってたら、こうね、ちょっと減ってきてます。で、完全に最後まで抜いちゃうと、ちょっとまずいので、ね、このくらいまで減って、やったらちょっと継ぎ足しをしていきます。まあ、最後ちょっとスポイトで抜いてもいいと思うんですけどね。スポイトでちょっと抜きましょうか。まあ、そこに汚れが溜まってたりはしないと思うんで、まだね、さすがに。よっ。で、これボルト締めといて、ちょっとやっていきます。はい、とりあえずスポイトで、こう、チュッチュッチュッチュ吸って、まあ、だからこの、なんていうかな、穴、入っていく穴ね、ここだけは、まあ、このブレーキレバーでね、キコキやるとこの中空気入っちゃうことがあるんで、こうやってねスポイトでやれば綺麗に取れると思う。これも僕はギリギリまでやって、最後ねちょっとだけこの習字用のスポイトで取ってます。はい、じゃあね、とりあえず新しいブレーキフルード入れていきます。またね、このボルトをちょっと緩めてね、逆流防止弁がついてるんで、もう全くこっちからは逆流していかない感じになってるんで、このボトルっていうか逆止弁ついてるボトルを使うと、
こっちでね、こう、本当これがなければ、ここで空気入らないようにね、一回一回こう、ブレーキレバー握って離したりするときに、で、ここを閉めたり開けたりしないといけないんですけど、もうこれがついてるんで大丈夫ということで、ちょっと取りながらはしんどいですけど、ブレーキ液を入れて、これをコキコキね、ブレーキレバーをしていくと。で、ブレーキ、古いね、ブレーキ液をどんどん送っていって、これ今ちょっと黄色いですけど、これが透明な液体が新しいブレーキフルードが出てきたら終わりということになります。はい、じゃあね、ちょっと取りながらはしんどいんで、上でブレーキフルードを継ぎ足しながらね、ブレーキレバーコキコキやるんで、ここの色が多分変わって、黄色い、白いのが出てきますんで、そこを見てください。はい、ちなみにね、新しいブレーキフルードの色はこれ、完全な無色透明ですよね。メーカーによっても違いがあるのかもしれませんけど、多分ほとんど変わりないと思います。じゃあ行きます。コキコキします。はい、かなり色が、もう変わってきたと思います。上もこんな感じ。もうちょっと継ぎ足ししますけどね。はい。あとはもう、この窓でね、ちょっと、アッパールア見ながらちょっとね、アッパーはないか。これね、ロア見ながらちょっと、ブレーキホルド継ぎ足して、出していきます。そうそう。とりあえず、こいつを閉めて、ね、こっちからも出ないようにして、ちょっとなんか、結構漏れてるっていうか、その間からね。あとで、水洗いした方がいいですね。これやった後はね。ついてたら塗装剥げたら困るので、はい。で、これを締め込んでね。で、ちょっとエア抜きしますね。こいつをコキコキ。まあ、ほとんどエアは噛んでないと思うんですけどね。まあ、一応、こうやってやって。で、ブレーキの泡とか、ブレーキじゃない、空気の泡とかがね、出てこなければもうそれで終了ということです。はい、もう何回もこう、にぎにぎして、特に空気も出てこなくなってるんで、元に戻していきます。ね。よ。よいしょ。ちょっと片手じゃ、はまらない。はまらない。ちょっと、片手じゃ無理なんで、ちょっと止めます。はい、綺麗に戻しました。ね。ここから見て色の違いがわかるかな?もう全然無色透明。気になってたんですよ、本当にね。で、次ね、リアもやっていきます。ね。で、リアの場合はそうですね、どうしようかな。もうこれ外しちゃった方が早いかもしれないけど。まあ、とりあえず、ちょっと開けます。ね。あれ後ろあらこれ、なくなってるやんか、ボル、キャップが。どういうことやこんなん外してないのに。まあまあ、とりあえず、やっていきます。はい、フロント、今変えたばっかりですけど、感じとしてはね、かなりガチッと、なんか、今までのやつがふわふわっと効いてる感じだったら、こう、ガチッとね、やっぱり、聞いてる感じがします。押した感じがね、やっぱり全然違いますね。変えてよかったと思います。では、リアね、ちょっとやっていきます。はい、リアもね、とりあえずこいつでカキカキやったら、もう取らずにいけそうだったんで、もうそのままやっちゃいます。ね、まあ、上だけちょっともう取ってますけど。で、一応ね、こちらの方に、また、ボトルをセットしてます。ね、よいしょ。
いや、これもなんか色がね、結構ね、結構な色をしてる感じがするんですよね。よいしょ。どうでしょう。黄色いですよね。これで2ヶ月、うん、ちょっとどうかと思いますけど。はい。とりあえず、こいつをまた同じ手順でね、変えていきます。とりあえずもうやっちゃおうか。ね。どこや？に、緩めて、ね、カキカキやります。で、そうすると、こっちへね、送られていってますけど。で、ある程度減ったらね、スポイトでいきます、また。うん。これ以上いったら空気入りそうなんで、ここはスポイトでちょっとやります。一回止めます。はい、とりあえず、もうそこを見えるくらいまで、ギリギリまで、抜きましたんで、ここからね、また、新しいブレーキフルードを入れていきます。よいしょ。ちょっと片手ではあかんか。あ、開いた。よし、でブレーキフルード入れていくんですけど、見えない全然色違いますね。透明だから余計、ね、で、これね、こいつをコキコキまたやっていきます。で、減ってきたらまた継ぎ足しね。あー、ホースも全然黄色いですよね、ほらね。コキ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 、よいしょ。で、また継ぎ足して、見えない、よいしょ。で、よいしょ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 。まだ黄色いですね。もうちょっと。よいしょ。だいぶ白くなってきましたね。もう一回くらい行ってきますか。ああ、もうだいぶ白いですね。ブリーダーボトルのこの底の色が真っ白になってます。これ下まである程度行ったら最後入れてね、締めましょう。これでもいいでしょう。よいしょ。ね。で、とりあえず。よし、このぐらいでいいかな。ね。はい、じゃあ、締めていきます。はい、とりあえず、そう、エア抜き忘れてたんで、とりあえずこっちね、ボルト、これね、ドレンプラグの、ドレンの方を締めて、で、コキコキやってね、もうフロントと同じなんで、もう取りませんでしたけど、コキコキやって泡が、ほとんど出ないですけどね、出終わったら蓋閉めるとね、これで終わりですね。はい、とりあえず今日はね、ブレーキ液、まあちょっとまだ他もやろうと思ってますけど、とりあえずブレーキ液の交換でした。必要なものはブレーキ液と、まあ V 室の場合は、まあほとんど8なのかな、8で、あとまあこの、廃油っていう廃液のね、まあ僕はこのストレートのやつ使ってますけど、手早く一人で簡単にできるんでおすすめです。ではでは、さようなら。